金井沢日金井沢日高本金井沢日は、群馬県高崎市三名町にある古費であり、国の特別史跡に指定されている。山の上比、多合比とともに、上の三比と称される。人気3年2月29日検比。高さ 110cm、幅 70cm、厚さ 65cm の奇跡安山岩に休業112文字が刻まれている。大石にはめ込まれ。 文はその表面に陰刻される。書体は古い霊書体の特徴が見られる。江戸時代の中頃に出土し、かつては小川のほとりで付近の農家の洗濯板として使用されていたという。その内容は、上野国群馬群家三号高田里の三屋の子孫が、七政府母、現在の父母等のために天地に誓願して作る旨が記され、 祖先の母大と父母の安能を仏に祈願している。ここから、協理性の思考と奈良時代における民間への仏教信仰の浸透を知ることができる。金井沢碑に刻まれる、三夜は山の上碑に刻まれる、佐野三夜であると考えられてきたが、最近の発掘調査により、資料上知られていない、三宅の存在が確実視されているため、三夜が、佐野三夜とは別の三宅である。 可能性もある。1921年3月3日には、国の史跡、1954年には、国の特別史跡に指定された。金井沢日の碑文は、以下の通り。上野国群馬群馬3号高田里3家子ため7世、父母現在父母現在侍家当時、長田の訓練法当時また小金都時孫、物部君馬、足継ひずめ都時地おつ、 ひずめとじあいろくちまた知識初求人さんや盲人次、ちまりょきたいしいそべくんみまるあいさんくちにょぜ知識欠、しかも天地西岸し、ささぐせきぶん三年日のえとら二月二十九日、上野国群馬文化三号高田里の三家子が、七政府母と現在父母のために、現在はべる、家とじのおさだのくんめほうとじ、またこのかなとじ、孫のもののべくんうまわし、次に、ひずめとじ、 次に、若ひずめとじの合わせて六口、また知識を結びしところの人、三夜盲人。次に、千丸、り北石の磯部君、三丸の合わせて三口、瀬のごとく、知識を結びしこうして天地に誓願し、使えた手祭る石踏み。人気三年日の江戸ら二月十九日。上野国群馬軍家三号高田里に住む三家子が、祖先を呼び、父母のために、 ただいま家とじの立場にある長田の君明法と時、その子の金と寺、孫の物の,のべくんうまあし、次のひずめとじ、その子の若ひつめとじの合わせて六人、またすでにふっつの教えで結ばれた人たちである三野、盲人、次の千葉良、北石の磯部くん、三丸の合わせて三人が、このようにふっつの教えによってお祈り申し上げる、一支踏みである。仁紀三年日の江戸ら2月十九日。 ありがとうございます。